日本、イギリス、イタリアの3カ国による新しい戦闘機の開発計画、いわゆる GCAP、グローバル・コンバット・エアー・プログラム・ミー、グローバル・コンバット・エアー・プログラムが本格的に始動したというニュースが入ってきました。戦闘機の心臓とも言うべき機関部を担うのは、日本は IHI 社、イギリスはロールス・ロイス社です。今回は、この IHI 社とロールス・ロイス社の機関部開発について見ていきたいと思います。同時に、日本国内で戦闘機エンジン開発がスピードアップしない理由にも迫っていきたいと思います。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付け、共同開発で行うことを正式に発表しました。すでに、前年2021年末には、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が、新しい戦闘機の機関部実証事業を行うことや、2022年2月に、新たな戦闘機用レーダーセンサ類の実証実験機の研究を共同で行うことが決まっていたということです。そのため、今回の日本とイギリスとイタリアの3カ国による GCAP の始動は、これまでの流れを各国政府が公に認め、満を持しての報道機関への発表ということだと理解できるようです。イギリスと日本の間での各々の新たな戦闘機をめぐる協力関係は、ここ2年ほどで急速に強化された感じを受けます。それは、同時に、従来までのアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠という考え方に区切りをつけることになったのです。1945年、昭和20年の太平洋戦争の敗戦により、日本は、アメリカをはじめとする連合国の管理下に置かれました。俗に GHQ、ジェネラル・ヘッドクォーターズとして知られている連合国軍最高司令官総司令部が指揮を執ったことは教科書でもご存知ではないでしょうか。この GHQ の施策の中では、軍備につながる産業分野は当然ながら抑制されました。航空機開発は言うまでもなく、開発技術も大きく後退する羽目になったのです。そのため、今回の新たな戦闘機の開発目的航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替は言うまでもなく、そのベースとなった F2 戦闘機の開発の際も、純国産化を望む声があったのですが、それを行える機関部の製造は、当時の日本には技術的は困難だったのです。また、F2 戦闘機の開発が進められた時期ですが、俗に日米貿易摩擦という日本のアメリカへの輸出額が輸入額を大幅に上回っていた。簡単に言うと、貿易で日本がアメリカからずっと儲けていた時期だったのです。この不公平を何とかしろ。というわけで考え出されたのが、牛肉やオレンジなどの関税を下げ、アメリカ産のものの輸入を増やすという方法でした。日本が輸出1位だった自動車の関税をスルーする代わりに、農産物をアメリカから強制的に買い入れることにしたのです。農業界が大反発しましたが、政府は強引に農産物輸入拡大に走りました。といった例もあったので、技術が追いつかないことも、理由の一つとして、アメリカ製の戦闘機をベースにすることを決めたというわけでした。ここで使用されたのは F-16 ファイティングファルコンです。F-2 戦闘機の開発に関しては、各部に大きな変更を加えたせいで、もはや別の機体と言えるほどに変化しており、日本には必要不可欠とされた対艦攻撃能力も強化されました。とは言うものの、完成した F2 戦闘機を状況変化に対応するため、日本側の判断で仕様変更は、
できなかったのです。要するに、肝腎葉の機体制御部分の情報は日本には開示されなかったのです。機体の変更は日本側が自由にできなかったのですね。高額を払って購入したというのに。F2 戦闘機のこういった反省を踏まえた日本は、その代替機開発計画に際し、自国主導を前提とし、三菱重工業者を主幹契約企業として、そこに国内企業を紐付ける開発体系の構築を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社には、技術支援先として、計画への関与を希望していたのですが、従来のようなブラックボックスを抱え込む事態は避けたいという姿勢が強かったため、日本とアメリカはどこに妥協点を見出すのかについても注目が集まっていたといいます。しかし、結果として今回の日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。今までのアメリカやロッキード・マーチン社等よりも、ずっと対等関係で開発できるのではないかと、各方面から期待が寄せられているそうです。日本における GCAP への布陣は、全体の統括と機体本体開発を三菱重工業者、機関部は、IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担うことになっています。イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体が BAE システムズ社、機関部は、ロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等が、レオナルド UK 社が担当することが明らかになっていて、要するに、テンペスト計画そのままということになります。こうした、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP が確定する前には、F2 戦闘機の代替機には IHI 社が製造する国産機関部を搭載することが有力視されていたそうです。というのは、これは IHI 社が現在の防衛装備庁からの依頼の下で、それまでに通称新進と呼ばれていた実証実験機用に開発した XF51 エンジンや、それをベースに開発を進めた XF9 エンジンが2018年に試作機1機とはいえ、すでに納入されていることが大きく影響していると思われます。ここで製造された XF9 エンジンは、地上における動作確認とは言いながらも、アフターバーナー使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも、約1800度 C を記録しました。つまり、世界標準クラスの数値を示したのです。XF9 エンジンの研究開発は、IHI 社で2010年から開始されました。新しい戦闘機に搭載することが前提として進められ、当初の基本となるコンセプトは、スリムかつ大出力を確保するというエンジンだったのです。XF9 エンジンを搭載する戦闘機本体のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を進めると同時に、搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的となっていました。また、大出力というのは搭載される戦闘機としての高機動性を確保するためには必須条件ですし、近年は戦闘機同士の空対空戦闘が減少傾向にありますが、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素なのです。このようなスリム化、防衛努力という目標に対して、一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンですが、実際の機体に搭載した状態でのテストは行われていません。ということは、即実用化ということには直結しないとも言えましょう。しかし、悲願の国産戦闘機用エンジンとしては、一定水準の成果を上げたことには間違いはありません。ですから、
新しい戦闘機への搭載に期待されていますが、今後はイギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中でどのように変化していくのかが注目されるところです。イギリスのロールス・ロイス社はテンペスト計画での機関部開発で難航していると伝えられていましたが、それでもユーロファイタータイフーン等で多数の量産型戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウをこの企業は有しています。個人的にはロールス・ロイス社が持つ技術力は少なくとも IHI 社の XF9 エンジンよりもこれからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはりこの会社が開発の主導権を握るのではないかと考えられるのです。今まで開発してきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却という機能では譲る部分もあるので、今まで蓄積してきた経験を生かしつつ量産化とコスト低減に最適な選択になることを期待したいものです。 IHI 社が現在の社名になったのは2007年平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業者として日本の重工業を支える一角とみなされていました。企業としての歴史は古く江戸末期に遡るほどです。航空機用のジェットエンジン分野では国内シェア6割以上を誇っています。現在航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機にはゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンが、 F15J イーグル戦闘機にはプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンが搭載されていますが、両方とも IHI 社がライセンス生産したものを使っているのです。技術に関しては折り紙付きということでしょう。 IHI 社が開発、実用化、量産化されているエンジンには海上自衛隊が2013年から運用開始した P1 哨戒機の F7 エンジンがあります。ターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品にも応用できないかと模索されているらしいのです。ちなみに海上自衛隊のヘリコプター搭載型護衛艦出雲型、最新鋭イージス護衛艦マヤ型等の建造を手掛けているのがジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は IHI 社の造船部門から派生した企業ということです。